はい、こんばんは、タカです。昨日はニューヨークもお休みだったというところで、出来高の方もかなり閑散としていましたね。動きの方もすごく小さかったんですけども、今日は少し動きが出ています。ざっくりと言ってしまえば今までとは反対の流れ、買われていた通貨は売られていますし、売られていた通貨は買われているという傾向が出ています。こうなってくると大事になってくるのが、今まで出ていたトレンドというのが崩れるのかどうか。逆の流れというのが出ているわけですからね、これが波の反転につながってくるのかどうかですね。この部分がすごく大事になってくると思います。そのあたりに注意をしながら、まずはドルから見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。昨日はドルの動きすごく小さかったんですけども、今日は少しドルが売られています。とはいえまだ大した動きになっているわけではありません。まだ欧州時間に入ったところですからね、これから夜に向けて再度大きな流れになってくるかもしれませんけども、今のところは先週の金曜日、すごく大きくドルが買われたわけですけども、この流れから比べれば半値押し程度。さらに金曜日のこの値動きというのは戻りの高値を抜けているということで、波も反転しています。12月から続く高値からのこういった売りの流れですね。戻りの高値を抜けているということで、今はこの上昇トレンドを見ています。ということは押し安値はここになりますね。青い波を崩そうと思えば、この押し安値を割ってこないといけない。割らなければ、どこかでロングという形は見えてきます。ただし一方、ベア目線、売り目線で見ていくと、ここには明確な壁があるわけですよね。先週の金曜日、そして昨日の値動きによって、僕はこれブレイクしたんじゃないかなというふうには見ていますけども、今日の終値次第というところではありますけども、この抵抗体をさらに下回ってくるようであれば、中にはブレイクしたとは見なさないと見る人もいるかもしれません。この高値ブレイクがまだ微妙ということですね。こういった売り目線で見ている人というのも相場ですから当然いるわけです。こういった買い方と売り方の攻防というのは、直近のこの高い S をブレイクすることで崩れるんですよね。今回であれば、青いトレンドを見ている人はこの押し安値を割らなければというところを見ていますし、ピンクの売りの流れを見ている人はこの戻り高値を抜けなければというところを見ています。上下に壁がありますから、これを抜けたと判断しないんであれば、このあたりはレンジ相場と見ていくことにもなります。レンジ相場と見ていくんであれば、ここはレンジの高値圏。ドルロングは危ないということになりますね。なので僕はこの青い波を見ていますから、このピンクの売りの流れ、これを崩そうと思えばこの高値を再度抜けてこないといけないですね。そのために必要なのが下の短期的なサポート。これ下のサポートが見当たらないとね、レンジの上限から下限に向けた動きがあってもおかしくなくなってしまいますから、下のサポートを見つけてからロングを見ていくということになりますね。このサポートというのは僕は昨日のこの日足の安値、このあたりで見ていたんですけども、現在これ割ってますよね。ということはまあそこはサポートにならなかったということになります。こうなってしまうとこのピンクの流れが勢いづいてしまいますからね、短期的なロングを見ていくのは少し難しくなってくるかもしれません。引き続きドル買いというのは見ていきたいなと思いますけども、そのために必要なのがこの下のサポート、レンジの上限というのが見えているわけですから、ここでロングを入れていくということはそれなりの根拠がやっぱり欲しいですよね。ドルロングをしていくためにはその根拠というのを今日探していくことになりますね。一方ドルを売っている人にとってはこれギリギリのところで耐えたという見方もできるかもしれません。ただブル派、買い方というのはこの戻りの高値を抜けていると判断している人もたくさんいます。僕なんかもそうですからね。そういった人たちというのは再度この高値を取ってこようとしますから、この高値を抜けてしまうと売り方にとってはかなり苦しい状況。そういった買い方がたくさん出てくると、まあ、当然押し目買いをしていくことになりますから、どこかにサポートというのが見当たることになると思います。そのブルーとベアとが攻防する場所というのをまずは見つけていきたいですね。そういった場所が見つかれば、まあ、レンジになりますから、このレンジの下限からのロング、もしくはブレイクというのを見ていきたいなと思います。上昇トレンドというのを見ていくんであればね、今は調整局面に入りつつあるのかなといった感じがしますから、まあ、チャートの方は少し難しくなってしまいますね。相場の方は慎重に見ていかないといけない、そういった局面には入ってきたかなとは感じますね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。今日すごく大きく目立つ動きをしているのが円の動きですね。東京時間に大きく売られています。この円の動きに関しては僕はずっと見ていたのがこのドルと円との連動性、まあ、同期性ですよね。特に先週の金曜日、そして月曜日と似たような動きをしていたんですけども、今日はもう完全にこの同期性というものが切れています。値動きがもう全く別物ですよね。こうなるとドル円を見ていくチャンスというのが出てくると思います。東京時間以降はまたちょっと動きがないんですけどもね、このドル円の動きは注目するポイントかなと思いますね。これはこの後チャートからも見ていきたいと思います。あとは円が売られているということでクロス円は上昇しているわけですよね。ただし朝の動画でも触れていますけども、クロス円というのはチャートの方が崩れています。ということは崩れたチャートの戻りが入っているということになります。
大事になるのがこの戻りが戻りの高値を抜けているかどうか、つまり再度波が反転しているのかどうかですね。この部分もこの後チャートの方を見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。ドル円、いい感じで買いが入っていますよね。今までずっとサポートされていた103円の60、70付近のサポートというのはしっかりまだ機能しています。ドル円はずっとこれ売りの流れが出ていたんですけどもね、戻りの高値を抜けているということで、今は波の反転を見ています。押し目からの上昇というのをイメージしているんですよね。そのためにはこの下のサポート割ってしまうと苦しくなりますんで、今日みたいな動きが出てくると、あ、サポートされたのかなというふうな目線では見ていくことになりますよね。ただこの高値を抜けているわけでもないですからね、まだまだ値動きとしても初動です。104円台は重いというのも、過去の値動きではそういった値動きになっていますから、今回はどうかというところ、そう簡単には決着というものはつかないかもしれませんけどね。ただ戻りの高値を抜けている、この事実というのはしっかり押さえてはいきたいと思います。見ていきたいのはこういった青い波ですね。引き続きこの103円の60、70あたりの日足のサポート、これを割り込まなければロング、そして割り込んでしまうと、これはもう先週から言い続けていることですけども、103円割った動きですね、直近の安値割れ、もしくはこの戻り、このあたりでショートがたくさん捕まっているという状況があります。下の方に押してしまうと、こういったショートの逃げ場を与えてしまうことになりますから、高値ブレイクした際のロスカットの注文、こういったものがなくなってしまうんですよね。ロングを見ていくのは少々難しくなってくるということで、この103円の60あたりのサポートを割り込めば、青いトレンドを見ていくのは一旦はリセットということになりますかね。ブルベアの分岐点としてこのあたりを見ていくことになると思います。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。103円の60、70付近に大きなサポート、これが日足のサポートですね。一方でこの高値を見ていると、高値を切り下げる動きというのも見られます。つまりこの下の強いサポートに対して売りの流れも強かったんですよね。高値を切り下げながらこういった売りが出ていたんですけども、こういった直近の高値を抜けたことで、一旦は波の反転を見ていくことにもなるかもしれないですね。僕はあまり引かないんですけども、こういった斜めラインからの抜けというのを見ていた人も多かったかもしれないですね。ただし気をつけて見ていきたいのが、このピンクの波に関しては高値こそ切り下げていますけども、この安値更新というのがないんですよね。波としてはまだ成立していません。なので僕はこの斜めラインを見ていかないのは、そういったところも理由にあるんですよね。波というのは高値安値を抜けてきて初めて波として成立しますんで、例えばこういった高値を抜けて初めて N 字波動を描きますんでね、波として成立します。売りも同じですね。こういった安値を割ることで初めて波、N 字波動を描くことで波が成立することになります。今回ここに関してはね、安値を割っていないんですよね。 N 字波動を見ていくにはこれを抜けてこないといけないんですけども、このあたりの値動きはすごく中途半端な値動きになっています。すごく短期的な流れを見ていけばこういった形が見えてくるんですけども、大きな値動きもね、最初はこういった小さな値動きからスタートしますんでね、これがもちろん大きな値動きにつながるかもしれませんけども、一回り大きな波を見ていけばこういった波もあるわけですよね。そのためには戻りの高値を抜けていかないといけない。本格的な上昇の形が見えてくるのは、こういった小さなところの戻り高値よりももう一回り大きなサイズ、こういったところを抜けてきた方が、当然注目度は高くなってきます。個人的にはこういったね、高値ブレイクというのを見ていきたいなというふうに思うわけですけども、そのために越えないといけない壁、そういったのはまだまだたくさんあるようにも感じますね。今のところはこの下のサポートは効いていますから、104円台の上値の重さ、これは過去に何度も見られるんですよね。そういった売りを警戒しながらロングというのを見ていくことになりますかね。ようやくドルと円同期性が薄れたことで値動きの方も出てきましたけども、まだまだ値動き初動ですね。これからしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらがユーロドル、1時間足に日足を重ねています。今日はドルが買われていますから、当然ユーロドルも反発の形が見えています。かなり強い上昇にはなっていますよね。もともと上昇トレンドはあったんですけども、このトレンドは崩れています。押し安値を割っていることで、今はこの高値からの売りを見ている最中ということになりますけども、このあたりでこのまま引けてくると、この売りの流れは一旦止まってしまったということにはなりますね。ならば次に見ていくのは調整局面に入ったということで、これ下のサポートはね、この安値でいいと思いますけども、戻りの高値がどこになってくるか、これを見ていくのが大事になってきます。例えば昨日の日足のこのあたりの高値、このあたりも壁の一つの基準としては見ていましたけどもね、抜けてはいますので、この戻りの高値をまた再度探していくことにはなりますね。そういった壁が見えてくるんであれば、レンジ相場が見えてくることになりますんで、レンジの上限からのショートというのは面白いと思います。問題はこの壁が見当たらない場合ですね。戻りが大きく入ってきた場合、それでもこの日足の流れを見ていると、もうしっかり押し安値割っていますから、下落のトレンドがはっきり見えています。
トレンドがあるということは戻りの高値があるんですよね。こういったところ抜けてくれば話は全然変わってきますけども、抜けてこなければどこかでショートを見ていくことにはなりますね。ただし短期的には強い上昇という形が見えていますから、こういったトレンドが見えているわけですよね。波の反転には時間がかかります。こういった短期的な上昇というのが見えてきた場合は、仮に戻り売りを狙っていくにしても、そんなに慌ててショートをしていくという局面ではまだないんですよね。まずはこの上昇トレンド、上昇の流れというのを止めないといけない。その止めるための壁というのを探す必要がありますね。あとはもう波のサイズ感の違いだと思います。こういった青いトレンドを見ている人はしっかりこの戻り売りの局面というのを吟味していくことになりますし、もっと短期的なトレードを見ていく人はこういったピンクの上昇トレンド、短期的な流れを取っていくのもありだと思います。個人的にはこの青い波をやっぱり見ていきたいので、どこかで戻り売りをしたいなというふうに思うわけですけども、昨日の高値も抜けていますからね、少し慎重には見ていかないといけないですね。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。チャートを見ていけば、売りの流れがはっきり見えています。今は少し戻りの局面ということになりますけども、戻りの高値を抜けなければどこかでショート、ただし波の反転には時間がかかります。このあたりも波の反転をしようとしたんですけども、こういった結果が出るまでには1日以上かかっています。ここも波の反転がありますけども、1日以上かかっています。もちろんね、このあたりを見ていけばすぐに結果というのが出ていたりもしますんで、毎回毎回ね、時間がかかるわけではこれはありません。ただすぐにね、値動きが出るものとしてエントリーしてしまうと、今度動かなかった時にこの値動きにずっと付き合わされるということになりますから、値動きは当然観察すればするほど次の流れというのは見やすくなりますので、今は戻りが入っていますけども、慌ててショートを見ていくような必要はないかなと思います。大事なのは波が反転してくるかどうか、具体的なことを言えばこの戻りの高値を抜けてくるかどうかですね。売りのトレンドというのはまだまだ出ていると思いますけども、調整局面に入っているということで、少し慎重に見ていくべき相場にはなってきたとは思います。まずはね、こういった壁ですね、こういった壁をこの辺りで見つけていきたいですね。はい、こちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。問題の大きく崩れたクロス円ということになりますけども、126円、このサポートを金曜日に割っているんですよね。直近は強い流れというのがあったんですけども、高値圏でレンジ相場、足場を作って、その結果下のサポートを割っているということで、大きな流れで見ていけば今はこういった波の反転をイメージして相場の方は見ています。7営業日ですかね、ずっと売りが続いていたんですけども、今日ようやく買いが入ってきました。月曜日の高値も抜けていますので、一旦この売りの流れは止まったと判断することにはなりますね。ただもうこれサポート割れていますからね、この売りの流れは第一波、調整を経て次の売りの流れを見ていくことになります。ただこの調整がすごく強いですよね。かなり勢いがあるようにも感じます。過去に何度かこの話もしていると思いますけども、調整というのはあくまでこういったダラダラ戻るようなイメージで、勢いよくこういって戻すような形が出てきた時というのはやっぱり注意が必要だと思います。例えばブル目線、買い目線で見ていくんであれば、この126円のサポート、ここを超えてくれば下に抜こうとしたけども抜けなかったという結果にもなりますよね。このあたりの値動きとそれは同じです。こういった買い方が安心できるポイントというのは126円の回復ということになってくると思います。一方売りを見ている人にとってはね、そういった買い方の安心感というのが出てしまうと、底堅さというのが出てしまいますので、少し具合が悪くなってしまうわけですよね。126円というのを回復したくない、こういった売り方と買い方の攻防というのが126円近辺で生まれるんではないかなと。勢いよく戻していますけども、この辺りでは一旦流れは止まりやすいのではないかなとも思います。ただブルとベアとの決着、これがまだついていないですよね。日足の波を見ていますから、日足の終わり値がすごく大事になってきます。126円を超えて引けるのか、それとも超えることができずに引けてしまうのか、ブルベアの思惑というのがこの辺り強く働くことになると思いますんでね、終わり値は注目だと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。126円のサポートがここにあるわけですよね。流れを見ていけば完全にこれは売りの流れが出ているとは思いますけども、今日は強い反発が出ています。昨日出来高の方そんなになかったですからね、この辺りが強い底値圏になってくるかどうかというところに少し疑問符はつきますけども、ただまあ実際ね、ここには波の底が見えているわけですから、こういった波の底を起点とした上昇の流れを見ているブル派、買い方というのは当然いるわけです。目の前には大きな壁、この壁に対してどのような値動きをしていくかというのは大事になってきますけども、買いの流れを継続して見ていこうと思えば、こういった126円、こういったところはしっかり回復してくる、もしくはこういった戻りの高値を抜けてこないと、ピンクの流れを見ているベア派というのはこれいるんですよね。戻り売りを狙っているということになります。この攻防の決着というのを見ていかないといけない、その舞台となるのがこの126円近辺になるんじゃないかなと。
両方の波が見えていますから、波の判定には当然時間もかかります。すぐには結果というのは出てこないかもしれませんけども、ただこの126円、ここは過去に相当影響を受けているレートになります。多くの人が意識をしていくポイントにもなると思いますので、この決着を見ていくことが次の流れを見ていくポイントになるんじゃないかなと思います。強い買いが入ったことでユーロ円も少し難しいチャートになってきましたね。今は売りの流れも、そして買いの流れも見ていけるようなチャートになってしまいました。結果を判断するのは慎重に見ていかないといけない、それだけ難しいチャートということにはなると思います。126円の攻防、注目をしたいと思います。はい、こちらがポンドドル、1時間足に日足を重ねています。このポンドドルに関してはね、もう高い安がはっきり見えているんですよね。上の壁は 1.37、下の壁は昨日これ下ヒゲをつけたことによって下のサポートの強さというのを感じることができます。 1.35 のミドルあたりはサポートになるのではないかなと。上下に壁が見えていますから、レンジ相場を見ていくことになります。ならば今はレンジの加減ということで、ロングを見ていくのがいいのかなというふうに思いますけども、ここで問題になってくるのがドル買いの流れ。今日は売りが入っていますけどもね、それでもトレンドを見ていけば上昇トレンドというのは見えてきます。ドルが強いとね、どうしてもこれ売りの圧力強くなってしまいますので、そのあたりを天秤にかけてどうするかというのを判断していかないといけないですね。レンジ相場が続いていますので、方向感というのはありません。フラフラした環境にもなりやすいですから、短期的な壁というのも少し見づらくなってしまいます。今はシンプルにレンジ相場を見ていくのがいいんじゃないかなと思いますね。直近では強い流れもありますから、下のサポートに引き付けてのロング、そして割れてしまえば投げればいいかなと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。日足のサポートが 1.35 のミドル、このあたりに走っています。4時間足の波を見ていくと、強い流れがあったんですけども、高値を2回試してダメだった、ネックラインも終わっていますから、この 1.37、 この 1.37 の壁を利用した売りの流れを今は見ていくことになります。戻れば売りという形も見えてきますけども、ただしこの下の壁というのは日足の壁なんですよね。一方この青い波というのは4時間足、短期の流れになります。基本的には短期の足というのは長期の足には勝てません。波の反転が起こる時というのはね、そういった現象が逆転するわけですけども、となるとこの売りの流れを見ていくのは慎重にということになりますね。上位足でも日足のレンジ相場が見えていますから、このレンジの上限下限、ここを意識して引き付けてのトレード、そして抜けてしまえば一旦は考え方をリセットするという感じでいいんじゃないですかね。日足のレンジ相場を意識していきたいと思います。はい、こちらがポンド円、1時間足に日足を重ねています。今回クロス円の崩れというのは見ていたんですけども、その中でも少し違和感のある動きをしているのがこのポンドになります。まずはおさらいなんですけども、141円、ここには大きな壁があったわけですよね。この壁を先週抜けてきたんですけども、金曜日には全て潰されてしまっています。これが何を意味するのかというところで、重ねてる足を週足に変えてみたいと思います。はい、こちらが週足を重ねています。そうするともうここ3週間ほどずっと壁として機能している141円が未だに機能しているということがわかるかと思います。今はこれをね、少し抜けているんですけども、やっぱり終値が大事になってきます。週足の終値ということで、今週の金曜日の終値ですね。個人的にはね、これ朝の動画でも触れたんですけども、今のこの相場で一番しんどい思いをしているのが、この辺りでロングをした人たちなんですよね。当然ブレイクというのを見ていたと思うんですけども、週足を見ていけばこれブレイクしていないですよね。ということは壁の向こうでポジションを取ってしまっているということになります。こういったポジションってね、持ってるとすごくしんどいんですよね。ただし今日の値動きはそのポジションを救うような動きになっています。ここに少し違和感を感じるんですよね。売りの流れが出てくるんであれば、下がらないにしてもこの壁を意識した値動きになってくるんじゃないかなというふうにも思っていたんですけども、結構簡単にスコンと抜けてしまってるんですよね。先ほども言いましたけども、これは週足を見ていますから、週足の終値で判断していくことになります。まだ火曜日ですからね、時間もたくさんありますから、どうなるかというのは分かりませんけども、ここからさらに上昇するようであれば、このあたりのロングポジションは助かることになります。言い換えればそれだけチャートが強くなっているということですよね。まだこういった考え方の結果というのは出ていません。ただ141円再度これ取ってきているというのは事実としてありますから、少なくともショートというのは慎重に見ていかないといけない、そういった環境にはなってしまっているかなと思います。これはあくまで僕の個人的な目線ではありますけども、これ戻りを見ていくんであれば、もうこのあたりが限度かなといった感じがしますね。ここよりさらに上昇してしまうと、このあたりでロングをした人たちの戻り売りを消化したということにもなってしまいそうです。昨日の段階では明確な壁が見えていたんですけどもね、少し状況の方が変わりつつありますね。このあたりの攻防の決着、しっかり見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。
4時間足波を見ていくと上昇トレンドはあったんですけども、このサポート141円のミドル、高値ダブルトップをつけた後にネックを割った形になっています。今はこの売りの流れを見ているんですよね。ならばまあシンプルに戻り売りを見ていく、これは全然ありだと思うんですよね。ただしこの戻りは今のところすごく強いですよね。目の前には今までサポートされていた場所、今度は抵抗になるかもしれません。さっきも言いましたけどもね、ここからさらに上昇してくると、この辺りは当然高値を掴んだ人たちの売りというのがね、ここで入ることになりますから、そういった戻り売りを消化していくことになります。時間が経てば経つほどそういった戻り売りは消化されれば、上値は軽くなってくることになります。シンプルに短期的な流れだけを見ていけば戻り売りということにはなるんですけども、日足のサポート141円には大きな壁があるわけで、今はこの壁を抜けているんですよね。これが少し相場の方を難しくしている原因にはなっていると思います。少しやっぱり違和感を感じてしまいますね。このまま高値を更新してくるんじゃないか、そう思わせるような値動きにもなっているような気がします。今はまだ想像でしかないんですよね。予想しているに過ぎないんですけども、ただし日足が確定して時間が経過して、しっかりこの高値圏でキープできるような形になってくると、よりはっきりこの先の流れというのが見えてくることになると思います。今はその判断を下すのは少しまだ早いかなと思います。シンプルにこういった戻り売りが入るかもしれませんからね、これはまだ時間が経過していかないと分かりません。焦らずに判断はしていきたいですけども、141円超える展開というのが続くようであれば、高値を超えてくる展開、ロングに旨味が出てくるかもしれませんね。この値動き注目をしていきたいと思います。はい、こちらが5ドルドル1時間足に日足を重ねています。5ドルに関してもこの下のサポート 0.76 の60あたり、このサポートが依然効いています。割ってくればだいぶ流れも変わってくると思いますけどもね、現状まで割っていませんから、強い流れを見ていけばいいのではないかなと。サポートに引きつけてのロングですね。ただ難しくしているのがドル買いの流れだと思います。ドルが買われると当然これ上値は重くなってしまいますので、そこは慎重に見ていかないといけないですけどもね。ただ高値安値がしっかり見えています。上下に壁が見えているということで、レンジ相場を見ていくことにもなります。レンジならば下限からはロング、シンプルな発想でいいんじゃないかなと思います。割ってくればまあ投げですね。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に日足を重ねています。問題の黒線、この5ドル円も80円の20を先週の金曜日に割り込んでいます。チャートの方が崩れているんですよね。直前には上昇トレンドというのもあったんですけども、高値圏でのレンジ相場、足場が崩れてしまったということで、今はこの高値からの売りの流れを見ています。ただこの戻りはかなり強いですよね。下落の流れは一旦止まって反転の形、月曜日の高値も超えてきていますんでね、短期的にはすごく強い流れが出ていると思います。今のこの目の前には壁があるかもしれませんね。今までサポートされていた場所、抜けた後は壁になってくるかもしれません。壁が見えてくるんであれば、この壁を利用した戻り売り、こういったのは見ていけると思います。問題はこの壁をもう一度抜けてきた時ですね。つまりこのレンジの中に戻ってきてしまった場合、こうなってしまうと売り一辺倒では見れなくなってしまいます。青い下落の波を見ていこうと思えば、戻りの高値、こういったところを抜けなければまあショートを見ていけるわけですけども、ここで一旦大きな買いが入っているわけですからね。ピンクの波を見ていけば押し目買いという形も見えてきます。両方の波を見ていける形というのが今日の買いの流れによって出てきたんですよね。戻りの高値80円の20あたりはサポートになるかもしれない場所、このあたりの攻防の決着というのは大事になってきますね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。今日は少し強い流れが出ていますけども、このあたりで少しごちゃごちゃした値動きになっていますよね。この理由というのは、過去を振り返ってみると、このあたりにはサポートになっていた場所があるんですよね。まあ結果的には割れてしまっているわけですけども、戻ってくれば当然こういったところは今度は抵抗になりやすかったりもします。この壁の手前で作っている足場、下落からの戻り売り、これは当然見ていけるんですけども、もしこの壁、再度戻すような形になってくると、今度はこの波の底からの上昇トレンドも見ていくことができるんですよね。5ドル円もレンジからのブレイクという形がありましたんで、まあ、基本的にはやっぱりピンクの流れを見ていきたいなと思っています。ただしなんですよね、この壁を再度戻してくる、レンジの中に戻ってくるようであれば、この辺りの戻り売りを消化しているわけですからね、それだけチャートの方が強くなっていると判断することもできます。この決着というのはまだついていません。この辺りの値動きの結果というのを見ていけば、今後の流れが見えてくるんではないかなと思います。ピンクの売りの流れなのか、ブルーの上昇トレンドなのか、80円の20あたりのこの壁をブルベアの分岐点として見ていこうかと思います。はい、ということで今の時間もドルの売りというのがしっかり出てきていますね。ただまあトレンドを見ていけば上昇トレンドは見えていて、今は調整の戻りですよね。この戻りがどこまで来るのか、この下のサポートがあるのかどうかですね。まずはこれを見ていくことになります。
ただし勢いがありますからね、ドルロングというのを簡単に見ていくんではなくて、しっかりサポートは確認はしていきたいですね。あとはクロス円ですね。チャートの方が崩れた後の動きになりますけども、急激な戻りが入っています。126円というのは日足の大きな壁にはなっていたわけですけども、今ちょうどね、これ回復してきていますね。ただしまあ見ていきたいのはこれ日足のサポートになりますから、日足の終値が大事になってきます。回復してくればレンジの中に戻ってきたということにもなりますから、先週のこの崩れというのがなかったことになってしまうかもしれません。はい、こちらがポンド円ですけども、ポンド円もいい戻りが入っていますね。今までサポートされていた場所、今度は抵抗になってくるのかどうか。今週いっぱいぐらい時間をかけてね、戻りというのはあるかもしれないなぐらいに思っていましたけども、1日でここまでの戻りというのは少し驚きはありました。ただ見ていくポイントは変わらないですね。目の前には壁があるわけですから、この壁を越えるか越えないかで判断は大きく変わってきます。これは5ドル円も同じですね。サポートが見えていて割った形があったんですけども、急激に戻しています。今目の前には大きな壁。さらにこの壁を抜くための足場ですかね。しっかり持ち合いもできています。形というのが整っていますから、あとは結果ですね。下の方に抜けてくるのか、壁を抜けることで回復してくるのか。決着が見えればその流れにはしっかり乗っていきたいですね。今回は以上になります。大まかな環境認識は朝の動画でも触れていますけども、状況の方は少し変わってきています。特にクロス円、強い流れが出ています。目の前には大きな壁、この壁を抜けるかどうか、今夜注目をしていきたいと思います。それでは今夜も頑張っていきましょう。